全国1億2000万のミカ部員の皆さん、やらいでか。生きり立つ。はあ、つらい。いきなりダナーになるな。人はなぜ、お金がないとガムが買えないのか。そんな人生の真理みたいな。人は稼いで、キットを買って、死ぬのにゃ。そんな人生は嫌よ。今回は最近のミカ部の話題よ。メカブチャンネル。はい、ではアイスブレイクに。アイスブレイク？商談前にちょっとした小粋な会話などをして場を温めることにゃ。メガネが何か喋ります。私だよ。コーラゼロピーチ。この前新しいコーラがあったから買ってきたのよ。飲みましょう。ありがとう。レコは炭酸ダメかにゃ。コーラに桃入れたような味してるわね。もしくは桃ジュースにコーラ入れたような味ね。そのまんまだにゃ。これまでにあった変なコーラだと、青いコーラ、透明のコーラ、スイカ味、キュウリ味、小豆味、バニラ味とかあったけど、青いとか透明とかの見た目違いは極端な味してないから除外して、このピーチはキュウリよりは美味しくてスイカとはいい勝負、バニラ、小豆には及ばないという印象ね。その情報は何かの役に立つのかにゃ。バニラコーラとか小豆コーラがね、なんかこうものすごく甘くて脳がしびれるというか、背徳的な美味しさがあるのだけど、背徳的すぎてなかなか手が出せないのよ。脳が溶ける甘さね。メガネは割と変な食べ物飲み物を買ってくるにゃ。ゼロカロリーのデキストリン入りの小豆コーラ出してくれないかしら。健康に気を使う気があるのかないのか。モデロイド、ジャン・ブーガラット。この前まで YouTube で毎週配信していたガラットが最終回だったのだけど、ああ一応視聴継続してたのね。これがまたなかなか渋い感じで、あ、はい、当時も滑り気味だったんじゃないかな、というギャグが令和の今見るともう滑り散らかしてる感じでだいぶポカーンとしてしまうわ。いやもしかすると当時はドッカンドッカン大爆笑だった可能性もあるのだけど。あるか。とはいえよ。とはいえ、モデロイドでジャンブンが出るわ。予約が開始されたのよ。あ、ギャグは辛いけどロボットは好きつってたものね。お値段結構高めの8700円。最近の物価や材料費高騰を考えると文句を言えないあたりを攻めてくるわ。別に攻めてるわけではない。ちなみにアマゾンでは 14% 引きぐらいで予約が。一応詳細欄に置くけど、アマゾンは謎が多いにゃ。今となっては当時トイもバリアブルアクションハイスペックも手に入らないから、ジャンブ欲しけりゃ選択肢はこれだけよ。そして写真見る限りかなり出来がいい。確かに見栄えいいわね。楽しみよ。楽しみだけど金がないのよ。モデロイドは一般販売をちゃんとしてくれるから12月までにお金を工面編よ。余裕なし子さんね。まあスーパー X2 を思いとどまろうとしてたところにビオランテ久しぶりに見ちゃったからね。あ、思いとどまれなかったのね。なんと私たちのフィギュアを作ってもらっていたわ。おお。ここでバラすわけにいかないので、モザイクかけて URL を詳細欄に置いておくわね。ありがとうございますにゃ。走行機兵ボトムズ44話禁断感想。前回危機が迫ると何か大きな不思議な力が働くという話をして、今回も何か不思議な力が発動したで終わりね。雑な。この辺が、あ、ウド編でグダグダしていたのがクメ編で解消されたと思ったのに、またか、またグダグダするのかという気分を誘発するわ。はあ、まあこれが好きな人もいるからそれはもう人それぞれなのだけど、お話には2種類あると思うのよ。お話が前は進行する大河ドラマ型と、前は進行しないドラえもん型。つまりボトムズは日常系だったのよ。まあ違うけどね。一人ボケ一人ツッコミはやめろ。青木流星 SPT レイズナー再会謎の招待状、デイブル奪回作戦感想。再会謎の招待状はかつてのメンバーが集まる話ね。同窓会的内容、現状のメンバーの立ち位置の再確認話、そしてなんとロボットバトルなし。え、この時期のロボットアニメでよくやったわねそれ。そしてデイブル奪還作戦、デイブルが修理された状態で基地にあるという情報が流される。デビッドたちハングラドス地球人ゲリラをおびき寄せて始末するルカインの罠ね。なんというベタな作戦、それにかかるのは野生のタヌキぐらいでは。でも引っかかる。吸ったもんだのバトルの末にデイブルを奪取するデビッドとシモーヌだが、デイブルには爆弾が仕掛けられており、というざっくりしたボトルショーね。ボトルショーとは
長いドラマの中にある1話の中で完結した話で、見逃していいような位置づけのお話にゃ。前回のクスコの聖女では聖女のパイオツと凝ったバトルがあったので10分ぐらい語っちゃったけど、この20話30話は2つ揃えても特に語るところはないわ。おいおい、もちろんドール開発中でむき出しメカを動かすとか、噂作が大変と思わせてあんまり動かないとか、おいおい、そしたらこのベイブルが作画でトラックアップしてくるとか、それはガチ大変ね。正直これわざわざ作画でやるのか修行僧かと思ったわ。他にもこれやるのっていう当時のテレビシリーズの動きとしてはチャレンジブルなのが結構あるわ。そういう見どころはあるのだけど、うちのチャンネルで掘り下げてもあまり共感を得にくい感じなのよね。お話としてはうちは完結ドラえもん軸的なそのお話の冒頭でクリがあって最後にオチがつく構造よ。そして見逃しても良いように最初と最後で物語上の立ち位置があんまり変わらない。ははドラえもん軸ね、さっき言ってたボトルショーね。この辺のお話の作り方は特徴的で、例えば同時代のゼータガンダムとかだと1話だけ見ても全体のお話が進んで見えない、1話単位で持ちがむさげというのがあって、おいおい、さっきのボトムズとか1話単位では振り持ちもよくわからない。もっと全方向に気を使いなさい。まあ個人の感じ方でしかないのは承知よ。後でまとめてみるとゼータガンダムって結構大きいうねりがあって面白いのだけど、1週間おきに見ると正直きつい印象があったわ。はあ、その辺考えるとレイズナーって非常に時代に求められていたものだと思うのよ。陶器はまさに世紀末ってやつね。たっぽいたっぽい。実際視聴率はゼータガンダムより良かったというし、ロボットアニメがリアルロボット路線化したことによって失った何かがレイズナーにはあるわ。失った何か、ご体操な。わかりやすい位置は単位での地ステシャ機体レイ UMX 発動という必殺技を叫んで戦うかつてのロボットアニメ風味。はあ、そういう分かりやすい物語と比較的リアリティのあるメカ描写がうまく混じっていて、1話当たりの満足感の高い番組だったのよ。まあなんか部長好きよね。そう考えるといろいろもったいないのよ。なぜに打ち切りという感じよね。スポンサーの三洋電機のトラブルによる撤退と、バンダイが模型の売れ行きでゼータガンダムと天秤にかけた結果と言われているけど、模型の売れ行きの話をするとなかなか難しいというか、キットが低価格路線だったために当時の高額化した模型シーンで見送りする。透明キャノピーつけて大きいバックバックつけてお値段据え置く300円だから、パーツ構成に無理があって肉抜き穴が大きいポリキャップ不使用といろいろともったいないキットなのよ。これでちょっと当時の主流キットと比べるのは酷ね。ははでも今の目で見ると逆にいいわよ。改造固定着色前提ならサイズも手頃さも最高よね。正直今目の前に当時価格で売ってたら買っちゃうわね。まあ物価も材料費も上がってるから当時価格は無理でしょうけど。そんなわけでレイズナーは打ち切りによってすっきりしない終わり方をしたのだけど、 OVA で保管されていてとは言うけど、 OVA この内容だったらテレビでやってくれよ。わざと OVA いるためにテレビもやっと終わらせたろって感じなのよね。もっと全方向に気を使いなさい。レイズナーはメカデザインや盾を語る前に周辺事情が盛りだくさんで困っちゃうわ。はあ、SPT とマルチフォームに関しては語りたいことが多いのだけど綺麗にまとまらないのよね。ま、気長に待つわ。コメント欄、だいたい電車移動中にいただいたコメントを読んでいて、読みましたありがとうの気持ちを込めてスタンプを押してるのだけど、コメント本当やりがいになるわよね。コメントがネストになっていた場合ネストの下はお知らせが来ないので結構見逃すのよね。 YouTube のシステムなのね。あとこのコメントにはいずれ動画で触れようと思ったやつはコピペしてメモ帳アプリに貯めてるのだけど、だけど間違って消しました。ダメにゃ。ちょっと頑張ってまた掘り返すわ。メカブチャンネル。いや、そんなわけでメカブでは日々メカの話題を追い回します。ちょっと今の時期はサンライズチャンネルが盛りだくさんなのが嬉しい悲鳴ね。リアルタイムものは時期を外せないけど感想動画頻度は落としたいのよね。そろそろ締めるのにゃ。では久しぶりにジークメカブで、せーの、ジークメカブチャンネル。メカブではメカに関する動画配信中。見失わないようにチャンネル登録してメカ部員になってね。コメント、拡散、高評価、メンバーシップ超ありがとうございます。よかったら他の動画も見てってね。では次のメカブの時間、メカブチャンネルで。メカブチャンネルで。いや